大間マグロとは、青森県下北郡大間町の大間沖で漁獲されるマグロのブランド名。大間漁業共同組合より2007年6月1日に地域団体商標に登録されている。大間のマグロなどとも呼ばれ、全国的に有名な高価なマグロである。津軽海峡で水揚げされるマグロであり、天然の本マグロである。出荷される30キロ以上のマグロの方には、 ブランドの目印となる大間マグロのシールが貼られている。かつて地元ではマグロが全く流通しなかったが2000年に大間のマグロ漁師の娘を主人公とした NHK の連続テレビ小説私の青空がきっかけで大間が全国に知れ渡るようになる。翌年の2001年からマグロで大間を元気にしようと立ち上がった勇士たちによってマグロ会大賞を目玉にした。 集客の取り組みなどがスタートし、町おこしが行われた。大間先の前置き5キロメートル付近の近海で、大間マグロは取ることができる。大間町民の約半分が漁師だという。マグロ漁は例年8月頃から行われ、1月くらいまで釣ることができる。水温が低くなる秋から冬にかけてが、マグロ漁の旬とされている。大間町が面する津軽海峡は、 日本海と太平洋を結ぶ海峡であり、黒潮、津島海流、千島海流の三つの海流が流れ込むため、たくさんのプランクトンが生息している。この良質なプランクトンがいる魚場が高級ブランドのマグロを収穫することができ、マグロの他にも身の厚いイカやイワシが水揚げされている。また、このイカやイワシがマグロの餌でもある。収穫されるマグロは、 時速40キロ程度で泳ぎ、身の危険を感じた時や獲物を取る時などは、最高時速120から130キロのスピードを出すとされている。日中は一本釣り、夜間は生え縄漁で収穫が行われている。網で捕獲する漁法とは異なり、マグロに傷がつかず、魚が弱ってしまう前に、血抜き性作業を施すため、鮮度を保ってマグロを出荷することが可能である。 近年では、船の近くまで寄ってきたマグロに、電気ショッカーを使い一時的に感電させ、失神させてから船に水揚げする手法をとっている。また、一本釣りでも、漁費や民間屋の漁法とは異なり、ソナーでマグロの群れを見つけ、その群れに餌をつけて針を投入し、釣り上げるという手法である。操船技術から始まり、餌や道具の選定、餌の投入タイミング、合わせ、 巻き取り技術などが全てうまくいかないと釣るのは非常に難しく何ヶ月も釣れない漁師もいる。1995年頃は7月から10月頃が水揚げ時期であったが地球温暖化などの水温の変化で9月から12月頃に変わり近年は8月から1月までと時期が変わっている。原因は不明のままだが 1985年から1993年の8年間は、大間で、マグロが取れなくなる時期もあったという。大間先にある、マグロ一本釣りの町大間のモニュメント大間で、水揚げされるマグロの重さは、平均100キロ前後と言われている。1994年には440キロのマグロが、釣れており、大間先にあるマグロのモニュメントのマグロの像は、この、マグロの実物大である。 築地市場では毎年マグロの初競りが行われている。発端は2008年に香港資本の会社が初競りでマグロを競り落としたことに始まっている。マグロは通常1ラムあたりの値段を重さで決まり、1ラムあたりの値段は水揚げされた場所や人で決まるブランド力やマグロの状態で算出されるが、初競りではより高額な取引が行われている。 2013年には230キロの大間産の黒マグロを寿司三昧と板前寿司が競い、1億5540万円ですし、三昧が競り落としている。2019年1月5日の初競りでは一本釣りで、釣り上げた278キロの大間のマグロに過去、最高額の3億3360万円の値がついた。青森県では、大間町以外でもマグロ漁業が行われている。 青森県の最西端である深浦町で収穫が行われる深浦マグロのほとんどは最高級の大間マ,マグロと同種のものとされている。タッピ岬前の津軽海峡で収穫されるミンマヤマグロやタッピマグロは手法は違えど大間マ,マグロと同じく一本釣りで収穫が行われる。津軽半島から日本海に向け突き出したゴンゲン先付近で収穫されるまりマ,マグロは 大間マグロでも行われているハエナワで収穫されている。ABCD、大間マグロ、大間町観光協会、2019年3月21日閲覧 AB、大間マグロ、青森マグロ、2019年3月21日閲覧 ABC、大間マグロのすごさとは旬の時期やおすすめ食事店を徹底解説。サパン、ジパング、 2019年3月21日閲覧。AB、マグロの話。青森マグロ。2019年3月21日閲覧。大馬産マグロ一本釣りで3億3360万円。初夢仕留める。命がけで釣ったマグロを味わって。河北新報をオンラインニュース。 https://www.kahoku.co.jp:/tohokunews:/201901/2019010623033HTML2019 年3月21日、閲覧。ありがとうございます。